皆さんこんにちは。さっさっさっと情報がよくわかるサギーチャンネルへようこそ。声のする方に進化するワークマン社外取締役のサギーです。いや暑いですね。暑くなるとサンダルが履きたいというわけでですね、今回はワークマンで出ているレディースのサンダルを3つまとめて紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。はい、それではですね、まず1つ目紹介します。それがこちら、じゃじゃん、グルタサンダルでございます。ちょっと詳しい商品コードと価格、下にちょっとテロップで出しておきます。これね、私もう去年発売になって、去年ずっとこれ履いてましたね。これちょっと撮影用に新品をサンプル品で用意したんですけど、でもね、1年以上履いたけど、意外と白だから汚れやすいかなと思ったけど、意外とね、汚れてないんです、家のも。で、なんかどっかこういうところが剥がれるとかもなかったから、なんかすごくね、しっかり作ってあるなという印象も1年履いてて感じたシューズでございます。これ私このサンダルすごい大好きで、ここの編み編みになってるのがなんかちょっと可愛らしいのと、あとここね、ゴムなんですよ。かかとがゴム、あとここもゴムになってるので、毎回なんかこういうところを金具をカチャって外して履くタイプじゃなくて、普通にこういう感じで履くとき、こうやってここ引っ張ってこう履くだけなので、脱ぎ履きがしやすいのがまずいいんですよね、うん。で、さらにめちゃくちゃ足が疲れにくいのもあって、こういうちょっとさ、薄めのサンダルだと痛そうとか疲れそうってあるけど、まずヒールがほんの少しだけあるの。ここが少しあることで、ま、もうペタンコのサンダルよりちょっと気持ちある方が私は歩きやすいと思ってます。で、プラスしてここのふかふかのインソール、これがふかふかしているおかげで長時間歩いても足が疲れにくいです。実際私これの靴を履いて、この間韓国にちょっと旅行行ってきたんですけども、足全くなんか痛くて疲れるっていうこともなく、もう足に馴染みすぎてね、全然足痛くならない、そんなシューズでございます。あとこれ合皮でできているんですけれども、やっぱりサンダルってどこか皮膚に当たるところが痛くなっちゃったりするじゃないですか。特にこれ小指のところとかさ、そしてこれ全く私痛くならない、これすごいと思う。多分なんかこの合皮自体がすごく肌に優しい柔らかい生地感でできてるからだと思うんだけれども、すごいなと思ってます。で、あと嬉しいのはこれね、割とどんな服装にも合うのもよくて、結構カジュアルな感じに合わせてもらうと、少し大人カジュアルみたいな綺麗めな感じもあるサンダルに見えるし、まあ、カジュアルに合わせてもいけるし、あと少し綺麗めの格好、ワンピースであるとか女性らしいスタイルの時もやっぱりちょっとお上品な感じもね、あってね、すごいね、万能です。どんな服にも合うんで、これね、ホワイトとブラック2色出てるんですが、私両方を持っております。で、その日の洋服に合わせて選んで履いてます。ちなみにこの間うちの姉から LINE が来まして、この間ワークマン女子でサンダル買ったよっつって、グルカサンダル買ったよ、あ、もうグルカ買ったのっつって、姉妹揃って愛用しているそんなサンダルです。これは本当ヘビロテしていますので、ぜひぜひですね、皆さんこれ要チェックでございます。はい、続いて2つ目紹介するのがこちらでございます。ふかふかサンダルでございます。これレディースですね。で、商品番号価格ちょっとテロップで出しておきます。ふかふかの名の通り、さっきのもふかふかしてるんだけど、こっちも非常にふかふかです。インソールふかふか、あとここもね、柔らかいですね。これ絶対ね、なんかスポンジみたいなくらい柔らかいので、足がめちゃくちゃ当たっても痛くなりにくさがありますね。で、あとそこが若干厚底積みがあるので、なんか小石とかぶつけても痛くない感じもあっていいですね。あとそこはこんな感じになってます。で、色味がいろんなブラウン系とか、3色ぐらい出てるのかな。ちょっとカラーバリエーションこちらに出しておきます。で、私がサンプル品の中からこれがいいなって選んだのがこのピスタチオのカラーで、ちょっとくすんだ黄緑がちょっと黒だと重いかなとも思って、ちょっとこのぐらいのくすんだ黄緑っぽいカラー、すごく使いやすいかなと思ってます。なんかちょっと見た目な感じでいくとベージュにもなんか見えるようなね、そんなカラーでございます。まあこういう系のサンダルのいいところは、まあね、こうサッと履けるところがいいところですよね。今日のね、雰囲気にもちょっと淡い感じのカラーで
淡い感じのちょっと水色なんかとも相性がいいので、これ全然やっぱ足痛くならない感じもあるし、あとやっぱねふかふかインソールが気持ちいいですね。すごい疲れにくいと思うし、これが1900円で買えちゃうのはなかなかにコスパがいいんじゃないかなと思います。まあ、ただこれはかかとがついていないので、どうしても私ねかかとついてないサンダルってあんまり長い距離歩くとき苦手で、ちょっと例えばコンビニに行くぐらいだったらいいんだけど、重いものをしっかり持っていくスーパーマーケットに行くにはちゃんとかかとついてるサンダルの方が安心なタイプなのね。なんかあと階段を登ることがあるとかさ、なのでこれはなんかちょっとしたお出かけとかもうほんとスッとサッと履きたい時とかに、うん、私はこういうのを使いたいなと思っております。でもなんかさ、ワークマンのさこういうサッと履ける系のサンダルだとちょっとメンズっぽいスポーツっぽいデザインが多いから、こういう感じでね女性らしいデザインであるのすごくいいですよね。はい、というわけでこちらふかふかサンダルでございました。はい、続いて紹介するのがこちらオープントーニットサンダル2480円でございます。こちらはね本当に今季の新作のシューズでございますね。レディースのみとなっております。これ可愛いよね、今までなかった。そしてさっき言った私ちゃんとかかと固定されるの好きだからかかとあるの嬉しいですね。こういう感じのちょっと特殊な面ファスナーがついております。これでバリバリと調節ができるという感じですね。結構どんな人の足にも合いやすいんじゃない。あとここがメッシュのニットみたいにもなってるから結構伸びやすそうだし、あと単純に通気性もいいよね。あとここもふかふかサンダル、ふかふかです。インソールがふかふかで、かなり厚底です。さっきのと比べてみても厚底感すごいわかるかなと思うんですけど、ちょっとこういうねスポーツ感のある厚手の厚底のねスポーツサンダルって、まあここ最近のトレンドだったりしますので、すごいトレンド感のあるサンダルだなと思います。裏側こんな感じ、結構刻みもしっかりしてるので滑りにくそうな雰囲気も出ております。じゃあ早速履いてみましょうか。履くときは多分こうかかとをビシッてやるのが正しいだろうね。こうね、これごめん、まだね実はねしっかりちゃんと自分でね使ってないので使用感がお伝えできない。ちょっと普通に歩いてくるわ。あ、これはねこれはやっぱり歩きやすいわ。スニーカーっぽい感覚のあるサンダルだわ。すごく歩きやすい。なんか厚底っていうのもあって本当に足の疲れにくさはもしかしたらこの中で一番あるかなと思うし、あと結構これもシンプルなデザインだからさ、カジュアルなスタイルはもちろん、あのきれいめのスタイルにもね取り込んでもらっても結構可愛いんじゃないかなと思うし、おお、これはなんかこの夏すごい履きそうな予感がするわ。しかもかかともしっかりガードしてくれてるし、あと私ねあんまりね足の指にねちょっと毛とか生えてるんですよ。こんなちょっと言うのあれですけど、皆さんちゃんと足の指の毛って手入れしてます？私もう面倒くさくてしてないんだけど、だからちゃんとこの隠れる感じが嬉しいね。ちょうど指の毛が隠れますっていうのも非常に嬉しいところ。まあ他のサンダルも全部そうなんだけどね、他のサンダルも足の指ちゃんの毛はちゃんと隠れるんだけど、いやこれ可愛いよ。今日のスタイルにも本当によく似合ってるなと思うしね。でこれねカラーが4色ぐらい出てますので、ちょっとカラあの画像をこちらに出しておきます。カラーバリエーションはこちら。はい、というわけで今回はですねこの夏おすすめのワークマンのレディースのサンダルを3つご紹介いたしました。本当にね1900円から2480円とプチプライスで買えます。ただ買えるけどちゃんと壊れにくい耐久性もある、そしてふかふか歩きやすいトレンド性も抑えているということで、ぜひですね店舗の方に足を運んでみてもらえたらなと思います。基本はですねワークマン女子限定の商品になるかなと思います。あとショッピングモールの中のワークマンプラスとかだったらあるかなと思いますが、店舗さんによってはね路面店でね入っているところもあるので、あとはワークマンの公式オンラインストアから注文して近所のお店受け取りってやると送料無料で受け取れたりもするので、ぜひぜひチェックお願いいたします。
で、私のチャンネルでは靴だけではなくですね、洋服の方の春夏のウェアの紹介もしております。あとは店内レポなどもねやっているので、そちらの動画も合わせてご覧ください。あともう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルでは、ワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプ場の紹介もしております。そちらもぜひチェックお願いいたします。今回の動画が良かったという方はいいねボタンを、チャンネル登録してもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。 Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。